いやー本当に最高ですよ。女とガキどもがいない家で飲めるなんて。磯野家の女どもは働いておらん。よって無断欠勤で怪しまれる心配がない。商店街の奴らが不審があっても病気で寝込んでるとか言っておけば数週間は顔見せんでもなんとかなるじゃろう。その間に花壇の微生物たちに分解されて綺麗な骨になっとる頃じゃろうて。そうしたら伊佐坂先生に骨を砕いて粉にする作業を命じれば完全犯罪ってわけですか。あとはこの家を売っ払ってフィリピンで遊んで暮らしましょうよ。それもいいな。タイコとイクラも魚の餌になったし、とりあえず今日は男3人で 3P ですね。うわー、ノリスケのやつめ1リットルは中に出しよった。そろそろ白骨の様子でも見に行きますか。よっこいしょっと、おかしいぞ。サザエの肋骨が4本足りませんよ。